味しいお酒の蔵の秘密をちょっとだけ。シャープで変わる酒ガールが一押し銘柄リコメント、一緒にいただくプチ当てプチッといただきます。お気楽ポップな日本酒バラエティプチッと酒蔵プチクラスタートです。美味しいお酒の蔵の秘密をちょっとだけ。今日の酒ガールはフリーアナウンサー真田和美さん。夜景観光士の資格を持つ夜景と日本酒大好き女子です。夜景と日本酒どうつながるんですかね。夜景と日本酒っていうのもすごく合うんですよね。今日はどんな夜景でどんな日本酒の味わいを楽しもうかなって考えながら、この一日の終わりをゆったりした気持ちで過ごすことができる。真田さん、実は身内に当時もいる日本酒家系。そりゃ日本酒好きになりますよね。あ、ナレーションは夜景といえば嵐山の渡月橋。京都と秋田が心の故郷、私田村がご一緒します。そんな今日の酒ガールがお邪魔するのは大館市の酒蔵北鹿。北鹿といえば大吟醸北秋田がワイングラスで美味しい日本酒アワード2021で金賞獲得、世界に誇る銘柄です。あーすごい、ふわっとスイーツみたいな香りがします。いい香りしますね。はい、あの ここはもろみのタンクの上からあたります。はい、もろみのタンク、はい、6つ並んでますね。はい、あのタンクの中見てみますか。はい、はい、ぜひ。わーすごーい、ぷくぷく泡が、はい、なんか生きてるって感じですね。本当ですね。あ、ダイレクトに香りが発酵が進むもろみのタンクは深さ10メートル、1つあたり12トンものお酒を仕込んでます。1本ずつ瓶詰めされるお酒は4合瓶で最高1日27,000本、1年で1升瓶200万本を製造。そんなに作ってるんですね。そんな北鹿のこの時期おすすめリコメンが季節限定の大吟醸雪中貯蔵。涼しげなデザインで特別感もありますね。雪中貯蔵とは雪の中にタンクを埋めて清酒を熟成させる貯蔵方法で、雪を利用することで外気温に左右されない冷度の安定した環境はお酒にとってストレスのない環境になります。その味わいは新鮮さを残しながらも程よくコクが取れ、まろやかな味わいになっております。自然豊かな十和田の雪で熟成された北鹿一押しのリコメン雪中貯蔵。さあ和美さん、どの杯でいただきましょう。そして量のイメージからこちらにします。選んだのは雪のような白に涼しげなブルーが入った一口。和美さん、クイッといってお味の感想をお願いします。このまろやかなんだけど後にキュッと締まってキレがある感じ。すっきりした味わい。これ夏のホテルに取れますよ。いける。この時期キンキンに冷やして飲みたい雪中貯蔵はまろやかな風味が特徴のお酒。それでいてフレッシュな飲み口に和美さんも大満足。北鹿の雪中貯蔵でした。大館で日本酒飲むなら曲げわっぱで味わいたい。大館駅から歩いてすぐの柴田義信商店です。わー、ぐい飲みだ、かわいい。これでクイッと飲んだら美味しいんだろうな。秋田杉を使った大館の伝統工芸曲げわっぱ。店内には様々なデザインのアイテムがずらり。自分だけの曲げわっぱを作るのも楽しそう。
木のぬくもり感じる四季で飲む日本酒に思いを馳せたい柴田義信商店さんでした。いただきます。この後は今日のリコメンとよく合う簡単プチ当て登場です。美味しいお酒の蔵の秘密をちょっとだけ。今回酒ガールの和美さんが出会ったのは北鹿の大吟醸雪中貯蔵。フレッシュな飲み口によく合う雪中貯蔵と合わせていただくプチ当て求めてやってきたのは旬の食材の創作和食が人気の田舎屋。プロの秘密をちょっとだけ。一手間簡単プチ当ては食感がたまらないネバネバプチプチ冷ややっこ。美味しい食感のポイントはオクラ、納豆、とんぶりすべてを同じ分量でしっかりと混ぜ合わせること。旬のネバプチ豆腐にのせたらお好みの量のしらすと刻んだみょうがをトッピング。最後にめんつゆを合わせてネバネバプチプチ冷ややっこの完成。ヘルシーだけど食べ応えありそう。いただきます。みょうががふわっと香って、このネバネバとプチプチを冷ややっこがふんわり包み込んでくれる。キュッとこれで締めて。簡単プチ当てネバネバプチプチ冷ややっこでした。夜景観光士の酒ガール和美さんが北鹿雪中貯蔵と出会ったプチクラシャープ5。日本酒も夜景も秋田だったら本当に自然がもたらしてくれるものだから、本当に心も体も癒される。それと同時に明日も頑張ろうっていう活力になる、そんな存在だなって今日改めて感じました。夜景のように輝く和美さんの日本酒愛いただきました。美味しいお酒の蔵の秘密をちょっとだけ。夜景観光士の酒ガール真田和美さんが出会ったのはきりたんぽと秋田犬の町大館の酒蔵北鹿の雪中貯蔵。簡単一手間プチ当てのネバネバプチプチ食感の冷ややっこと相性抜群でしたよね。Yes.